仕掛けになるようにちゃんと置くんだぞ。あ、お年寄りだから気をつけてな。ああ、分かってるよ。いいわよ。じゃあ行ってくるよ。さて、残りの仕事を片付けちまおう。私が住んだらハイジにもやってあげるわね。私はこれでいいわ。ダメよ、おばあ様が見えるんですもの。きちんとしなくちゃ。こんなのじゃ叱られる？叱られはしないわ。だけど紙には櫛を入れるものよ。クララのおばあ様って怖い人？違うわ、とっても優しいおばあ様よ。ふん、じゃあどうしてクララを置いて遠くの別荘行っちゃったの？年を取ったから騒がしいフランクフルトより静かなところで暮らしたいんですって。じゃあクララも一緒に行けばよかったのに。私には勉強もあるし、町で覚えなくちゃいけない礼儀作法もあるでしょ。ふん、でもさあ、ハイジ、鏡の前に来てちょうだい。髪を溶かしてあげる。うん。ねえ、クララのおばあ様って心配しているの？大丈夫よ、おばあさまは親切で優しくって。じゃあおばあさんみたいな人かな。え、ああ、ペーターの目の見えないおばあさんね。うん。でもね、私のおばあさまは愉快よ。楽しいわ、とっても。私も楽しいわ、おばあさんといると。アーベルハイド、ちょっといらっしゃい。はい。ご用ですか、ロッテマイヤーさん。アーデルハイド、またノックを忘れましたね。ごめんなさい。何度言ったらわかるんです。やり直しなさい。はい。もうじき奥様がいらっしゃいます。私が奥様だと思ってご挨拶の練習もなさい。どうぞ。こんにちは。ああ、まあ何ですか、そのドアの開け方は。それにこんにちはではありません。はい。いらっしゃいませです。行ってごらんなさい。いらっしゃいませ。ああ、もっと元気よく。いらっしゃいませ。ドアを開けたところからやり直しなさい。いらっしゃいませ、おばあさま。どうしてあなたはそんなに物覚えが悪いのですか。だっていらっしゃいませ。いい加減になさい。誰がおばあさまと家と言いました。奥様とお呼びするんです。いいですか、お嬢様にとってはおばあ様でも、あなたや私たちにとっては奥様です。奥様はこのゼーゼマン家をこんなに立派になさった、とても偉い方です。おばあ様などと慣れ慣れしい呼び方はいけません。心から尊敬して奥様とお呼びするんです。やっぱり怖い人なのね。立派な方です。さあ、奥様と言ってごらんなさい。お、
奥様。そう、奥様。奥様。間違えてはいけませんよ。さ、もう一度始めから。はい。騒々しい。何事ですか。申し訳ありません。その絵をどうするつもりだったんです。はい、奥様はこの絵がお好きなので掛け替えようかと。そんなこと誰が言いつけましたか。いいえ、どなたも。余計なことはしないでください。ここの絵はこのままで結構です。はい。ちねって、お待ちなさい。はい。あなたの持っているものは何ですか。布ですわ。お前たちは揃って私をバカにするんですか。そのカーテンを一体どうするつもりだったんです。あ、はい、奥様は明るい色をお好みなので。この家は私がゼーゼマン様からお預かりしているんです。私に何の相談もなくうちの中をいじらないでください。まあ、もうお見えだわ。さ、早く片付けて。アーデルハイド、こんなところで何をしているんです。自分の部屋で待っていらっしゃい。よく練習しておくんですよ。おばあさまじゃなくて奥さま、どんな人かしら。奥さま、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 いらっしゃいませ、奥様。いらっしゃいませ。ロッテンマイヤー様。おや、ごめんなさい、ロッテンマイヤーさん。お、奥様！クララとスイスの女の子をびっくりさせてやろうと思ったのに、あなたが先に驚いちゃったようね。どう？ほら、似合うでしょう。とんでもございません。そうかしらね。私はいいと思うけどね。クララ、クララ。奥様、どうしたんだね、あれは。なあに、途中でサーカスに会ってね、ピエロに借りてきたのさ。そうかい。だけど、あのロッテンマイヤー女子の顔ったら。おやめください、奥様。やめてください、奥様。奥様。うおどうぞ。おお、おばあ様。食べちゃうぞ。うおおお、怖いクマだよ。おばあさま、おばあさまでしょ。さあ、誰かしら。自分の目で確かめてごらん。ほら、おばあさま。ばあ、怖かったでしょ。いやだわ、驚くわけないでしょ。おかしいわ、おばあさま。そうかね、怖そうにやったんだよ。そう。元気になったね、クララ。見違えるようだよ、おばあさま。クララ。そうそう、クララ。え、お前のスイスから来たお友達を紹介してちょうだい。このぬいぐるみで脅かしてやらなくちゃね。ハイジを。そうね、おばあさま。さ、案内しておくれ。え。奥様、いけません。セバスチャン、セバスチャン。いいよ、いいよ。そういうわけには参りませんでした。そうか、じゃあ頼むよ。奥様、奥様、奥様、奥。you
ところにいたのか。おお、食べちゃうぞ。おお、クマだぞ。怖いはずないわよね。やっぱりダメだったか。精一杯怖くしたつもりなんだけどね。こんにちは、おばあ様。ああ、こんにちは。アーデルハイド、奥様には教えられた通りきちんとご挨拶なさい。いいじゃない、もう挨拶は終わったよ。いいえ、アーデルハイドは教えた通りにはやっておりません。奥様の前ですが、しつけはきちんとさせることが第一かと存じます。ええ、そりゃあなたのおっしゃる通りだけど。恐縮です。アーデルハイド、ご挨拶なさい。はい、いらっしゃいませ。サマオク、サマオク。アーデルハイド。あなたのうちの方ではそういう呼び方をするの？いいえ、うちでは誰も言いません。そうだろうね、うちでも誰も言わないよ。さあ、もう一度言い直しなさい。いいわよ、子供部屋では私はおばあさまね。はい、それならいつでも言えます。そうかい。さあ、今度はあなたの名前を教えておくれ。ハイジっていうの。でも、アーデルハイドとも言うの。おやおや、どっちが本当なんだろうね。奥様、しつけのためにも召使いの手前も名前はきちんという癖をつけておく必要がございます。この子がハイジっていう名前に慣れているのなら、そう呼んでやりましょう。よろしくね、ハイジ。はい、おばあ様。ロッテンマイヤー様、先生がお見えでございます。今日も勉強するの？もちろんですとも、お嬢様。だっておばあ様がいらっしゃったっていうのに。クララ、お勉強は仕方がないわよ。そうだわ、私も子供たちのお勉強を見せてもらいましょう。はいいでしょ、ロッテンマイヤーさん。どうぞご自由に。セバスチャン、ヨハンによくお礼を言って返すようにって言ってね。かしこまりました。どうぞ。は？はあ、これはこれは奥様、お久しぶりでございます。奥様におかれましては相変わりませずお元気そうで何よりと存じ上げます。考えまするに、神羅万象ことごとく年とともに衰えいくということは増加の。申し訳ありませんが先生は、ご挨拶は後で伺いますので、すぐにお勉強を始めてくださいませ。はあ、はい、恐れ入ります。ではアーデルハイド、アーベーチェーを復習してみましょう。どうぞ。アーベーチェーでエーフゲーハーイよっと。さあ、もっと元気よく、アーベーチェーでエーフゲーハーイヨットカーエルエムエムオーペクエルエステウファウベイクスイプシロンゼット。もう一度、アーベーチェーでエーF G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z。
ロッテンマイヤー様はお夕食は規則通り7時からにいたしたいとそう申しておられます。おやおや、じゃあまだ30分もあるわね。私はお腹ペコペコだよ。ところでクララ、あなた少しはたくさん食べられるようになったの？じゃあ相変わらず好き嫌いが多いのね。だってお食事おいしくないんですもの。ダメね、それではいつまでたっても元気にならないわよ。ほら、お皿が丸くなって上を向いてるわけ、クララは知ってる？それはね、お皿が上に乗ったものをね、全部食べてちょうだいって言ってるからなの。ね、そう言ってるだろう。あ、そうだ、クララ、食欲が出るように魔法をかけてあげようか。魔法？セバスチャン。はい、奥様。できるだけ大きなグラスを5つ揃えておく。大きなグラスを5つですか？そうよ、それからお水もね。あ、はい、承知いたしました。これでよろしゅうございますか？ええ、結構。さてと、魔法の種を仕込まなくちゃね。ねえ、何が始まるの、おばあさま？さあ、なんだろうね。魔法の花が開いたところで蝶々を呼んでみようか。おやおや、ちょっと違うわね。お前たちもやってみるかい？うん、やるわ。じゃあみんなで合奏しようよ。セバスチャン、グラスを出しておくれ。じゃあやってみようかね。3、はい。あなたですね、アーデルハイド。こんなことを始めたのは。おやめなさい、ロッテンマイヤーさん。ハイジじゃないの、私が始めたのよ。奥様。どう、なかなか楽しい音楽だったろう。さ、ロッテンマイヤーさん、それを叩いてちょうだい。4人でやりましょう。3、はい。ございません。おこわ。さ、それにもうお食事の時間でございます。そうかい、お食事なら仕方ないね。私お腹ペコペコなんだもの。今日は楽しかった。面白いおばあさまね。いつでもああなのよ。ねえ、どう、おばあさま気に入った？え、とっても素敵なおばあさま。よかった。ねえハイジ、今日ハイジは山のこと思い出さなかったでしょ？
そうね。どうしてわかったの？だって顔に書いてあるもの。そうそう。こら！さ、ハイジ、露天毎朝に見つからないうちにお部屋に帰ってちょうだい。アーデルハイド、遅くまで何をしているのです？早くお休みなさい。じゃあクララ、おやすみ。おやすみハイジ。ですが、私が間違ってるとでも言うの？いえ、そんなつもりでは。すべて私の指図した通りにすればいいのです。どうせ奥様はすぐお帰りになるのですから。 はい。ちゃん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 。面白いおばあさま。誰？あたし。おばあさま。入ってもいいかい？どうぞ。露天毎朝に見つかるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしたわ。もう寝る時間なのよ。お前は眠いかい？うん、ちっとも。お前にお土産を渡そうと思ってね。お土産？ほら。どうしたの？ダメだわ、私字読めないんだもの。大丈夫、ほら、絵もあるんだよ。ほら、面白そうだろ。この絵のお話がこっちに字で書いてあるんだよ。読んであげようか。本当？さあ、ベッドよ、入り。お前が眠るまで聞かせてあげるよ。うわあ！おばあさま。なんだい？おばあさま、すぐ帰っちゃうの？どうして？だってさっきロッテマイヤーさんが。安心をし、私はすぐには帰らないよ。よかった。さあ、読んであげようね。うん。昔々、あるところに小さな可愛い女の子がおりました。お話はとっても面白かったので、ハイジは眠るどころではありませんでした。そしてとうとう3つもお話を読んでもらいましたけれども、4つ目のお話を聞いているうちに、が昼寝をしている間、一人ぼっちになったハイジを見て、クララのおばあさまは珍しいものがいっぱい置いてある魔法の小部屋へハイジを案内するのでした。しかしハイジはそこで燃えるようなアルプスの夕焼けや山の動物たちの絵を見て、つい泣き出してしまいます。そんなハイジを見て、おばあさまはクララとハイジを森へピクニックに連れて行こうと決心するのでした。次回は森へ行こう。お楽しみにね。